まあ、その今まで私が説明した人類の進化史と家族の形成というのをちょっとこうまとめてみるとですね、人間はチンパンジーとの共通祖先から、700万年ぐらい前に分かれたと考えられています。最初に残ったのは直立二足歩行、これはおそらく食物を広く歩いて集めるためでした。で、だんだんと樹木のないサバンナへと進出していって、そして捕食圧が高まって多産というものを必要とした。そして500万年経ってから脳が大きくなり始めて、だんだん重たい赤ちゃん、遅い成長という特徴が現れて、でこの赤ちゃんたちを育てるために共同の保育が必要になって、家族と複数の家族が集まる共同体という二重構造が人間の社会に生まれた。そしてそれからどんどんいろいろ人間らしい特徴が現れます。でも世界中どこを見渡してもこの家族と共同体という二重構造は変わりません。で、しかもそこで行われている一番プリミティブな行為というのは共食をするということと子育てを一緒にするということです。で、このプロセスの中で非常に高い共感力が備わった。役割を分担したり、言葉のしゃべれない子どもたちを一緒に育てたりするために、お互いどういう気持ちを通じ合ったらいいのかということができるようになった。で、そのおかげでですね、家族は互恵的な間柄、家族の中ではなんとか子どもたちのために奉仕をしたいという、そういう行動が生まれるようになったんだと思います。で、そういう社会で一番重要な時期というのは私は3つあると思っています。それは、まあ、人間だけにある離乳期ですね。本来ならば6歳までお乳を吸ってていいはずなのに、この時期お母さんからも離されてしまう。だからこの時期人間的な学びというものが必要になる。そしてもう一つは思春期ですね。これはおそらく皆さんがその最後にあたると思いますけれども、そしてその後、人間の複雑な社会では自分の社会的な役割や社会的地位というのを確立し、希望を持って社会に出ていかなくちゃいけない。それが私たちがお預かりをする大学生の時期になると思います。で、現代はですね、少子化と呼ばれていて、それから、インフォメーションに携わる情報機器が非常に発達を遂げた ICT 社会です。で、そこで人間は家族と共同体という組織に頼ることをだんだんやめ始めています。コミュニケーションが変容した。世界中どこにいても一瞬のうちに会話をすることができる。まあ、そういう状況の中にあるし、人から人へと知識が受け渡されるのではなくて、個人が機器を使って自分に必要な情報を手に入れる時代です。そういう中でだんだんと、家族同士のつながりも消失していき、共同の子育ても少子化によってなくなり、まあ、まさに、インターネットと孤食の時代と呼ぶような時代がやってきました。その中で一体どういうことが起こっているかというと、まあ、子育てというのをみんなで一緒にやるんではなくて、その、まあ、いろんな機器を使って、あるいは、まあ、効率的なやり方をしながら経済化、機械化をしていこうという話です。で、そうするとですね、人に頼ることをしない、あるいは人に思いを寄せることもしなければ、だんだんとこれは私は猿の社会に近づいていくと思います。猿の社会は卑下するわけではないですが、猿の社会は実は共感力がそれほど高くない社会を維持している。それはルールをきちんとみんな守るからです。ルール依存型の社会ですね。それは非常に単純に、強いものに対しては弱いものは遠慮をするという、そういうルールです。で、そうすると実は非常に効率的なんですね。初めに勝者と敗者を決めてしまって、敗者が退けば何も戦う必要はないわけですね。そうするとだんだんと共感能力が減退をしていく。そして共感能力が、講じられなくなれば、信頼関係も作れなくなる。まさに、人々は自分の利益を求めるようになり、利益を共同で守るような相手だけ、信用するようになる。そうすると、それは非常に閉鎖的な社会ということですよね。つまり集団の外にいる人間は自分たちの利益を侵害するものであると考えられるから、協力して排除をする。そういう時でのみ協力というものが現れると
いうことになって、非常に危険な社会になっていくという、まあ、恐れがあります。で、私は IT、 つまりインフォメーションテクノロジーというものをもう一度考え直す必要があると思っています。インフォメーションテクノロジーは利点もたくさんあります。まず効率的、経済的ですよね。これは先ほども申し上げました。そして物と人の動きを加速します。距離を考えなくていい。で、もう一つ利点というのは、ネットワーク社会だから上下関係、あるいは優劣関係というものを気にする必要はない。点と点で結びついているので、人々の間の階層性というのはできません。そしてリーダーがを作らなくていい。中心が見えない。それぞれみんな点と点で対等に結びついているという感覚が得られるから。でもそこで実際は格差が起こっているのに格差が見えない。で、格差が見えないというのはいいことであるかもしれません。でもそれは同時に欠点にもなるわけですね。中心がない、いわゆるリーダーができないということは、統一的な意見を取りにくいということになります。あるいは統一的な意見を取ったとしてもすぐ壊れてしまう。そして意見をまとめることができない。信頼関係が欠如してしまう。そして何か意見を言い合うとすぐ炎上してしまう。気持ちの整理ができない。そういう欠点を持っている。だから欠点をなるべく出さないように利点を利用したIT の利用を仕方をする。そうしながら、これから未来を作る人たちを作っていくことが、まあ、大学の使命であると思います。で、今グローバル人材を作れ作れと言われているわけですが、それはまさに地球ということ、世界ということを考えて働ける人です。で、私はですね、この中でやはり重要なのは自己のアイデンティティと目標を持つということだと思います。自分は何者であるかということをどこかで理解しなくちゃいけない。それは大学で皆さんがやっていただくことにつながります。そしてとりわけ共感力、他者の気持ちと考えを理解できるということ、そしてその上で状況を判断し適応できる、自己決定ができる。とりわけ重要なのは下の2つです。危機管理ができる、危機というのを察知する直感力を持っている。これはフィールドワークを通じて鍛えられると私は思います。そして他者とつながるためには他者を感動させる能力を持たなくちゃいけない。これが対話の基本です。それを大学で学んでほしいと思います。現代の大学教育は先ほど言ったように ICT 社会になりつつありますから、知識は人から人へ、あるいは本から人へ伝わるものではなくて、インターネットの中にあります。だから大学で何をやるかというと、既存の知識、すでに知識としてあるものではなくて、まだわからないもの、あるいは未知の世界というものを伝える。そして教員や学生諸君は自分が考えていることをお互いに伝え合い、まだ見えていないものを見るという能力を鍛えなくてはならないだろうと思います。そして私は窓という構想を出しましたが、大学だけが学びの場ではなくて、大学の外にもたくさんの学びが場があります。それを利用しながら能力を鍛えていくというのが、今の大学だろうと思っています。ですから私は対話とフィールドワークというのを大事にしたいと思います。